みると平行線を、そういうこともいるんだろう。
引いて眼下に見えます錦帯橋は1673年第3代岩国藩主吉川博義公により城下町西見と横山湖を結ぶ城門橋として創建されたもので、276年もの間不落を誇ってまいりましたが、昭和25年の木地谷台風で流出し、昭和28年に再建されました。現在の4代目の橋は橋台を除き、半世紀ぶりの全面架け替え工事により新たな姿となり、その工法は工事と同じ組木の技術を駆使して架けられ、その端正な構造美は世界の名橋として知られ、春は錦帯橋祭り、夏は鵜飼や錦川水の祭典などが行われ、たくさんのお客様でにぎわっています。言っとったそうですよ。ここの人はね。すごいね。